どうもー、みーつでございます。今回はおすすめの登録販売者さんチャンネル紹介しますっていうことについて動画を撮っていきます。で、僕のチャンネルなんですけども、まあこういうふうにね、おすすめのチャンネルを紹介したりとかですね、社会のね、こういうところが問題じゃないかとか、まあいろんな話はしていくんですけども、チャンネルの再生リストっていうところに分かりやすく分類されてますので、よかったらチェックしてみてください。まああとは動画が役立ったとか、興味ある動画だけでも見るよって方は、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それじゃあね、話をしていくんですけども、まあなんでね、おすすめをするのかっていうのを、どんどんポンポン話しながらね、まあ皆さんにね、役立つ情報をさ、出しながら、あとは、最終的にね、この方ですということでね、紹介していくという流れで、やろうと思ってるんですけども、まあ、この動画をね、見てる方でも、ちょっと自分も YouTube やりたいなとかね、興味があるという方も多いと思うんですけども、まあ、僕はですね、まあ、基本的にはその登録者さんを増やしたいとかね、再生回数を増やしたいとか、まあ、そういうね、気持ちを持ってる人がまあ大半だと思うんですよ。だけどやっぱりですね、本当に大事なところって、そのね、自分が伝えたいこととかですね、役立つことをやっぱ世の中に発信すると、まあ、そういう部分だと思うので、まあ、僕はですね、その YouTube をね、始めた方で、あ、これはやっぱ世の中にね、どん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 たくさんの人に知ってもらいたいなと、知ってもらった方がいいなっていう方はですね、どんどん紹介していこうと思っているので、最近もですね、ちょっとアメリカに住んでる日本人のね、方のちょっと YouTube も紹介したいなと思ってるんですけども、まあチャンネルをね、見てくれてる方でも、初めてね、自分こういうの始めたよっていう方はですね、まあコメント欄とかでちょっとね、書いてもらえればいいのかなと思うんですけども、じゃあなんでね、紹介するかっていうと、まあ、ポイントのね、1がですね、話が具体的で、役立つと。例えばですね、登録販売者の就職先についてとかね、あとは、研修中の皆様へとか、あとは現場での具体的な話とかですね、他にはお薬についても当然ね、詳しく話してまして、まあ、目薬の話をね、例えばしたとしたら、しょぼしょぼにはね、こういう塩化ナトリウムとか、塩化カリウムとかね、まあ、あと他にも話してるんですけども、まあ、充血にはね、塩酸ナファゾリンとか、まあ、ピントが合わないとこれとかね、その、お薬の中でもこういう症状に対してはこういう成分だっていうことで、まあ、非常にね、説明が具体的だと。で、丸二がですね、動画から人柄の良さが伝わってくると。例えばね、実際にこうね、対面で会う場合でもですね、その他人のことをね、利用することばっかり考えてる人っているじゃないですか。本当に悪いやつってね、見ると大体やっぱ顔に出てるわけですよ。顔に出てて、さらにこう滲み出てるんですね。まあ本当に悪い人でね、そこまでってなるともう本当に、もう相当悪いってなりますけども、まあ、僕ね、大体これはやばいなと思ったら、まあ、100% とは言わないですけど、まあ、99% ぐらい当たってるんじゃないかなと。それだけね、やっぱりね、他人のことを利用しようとね、思ってばっかりね、生きてる人っていうのは、もう顔に出ちゃってるわけですよ。これが YouTube だとですね、動画に出るんですね。だからこの人はちょっとなっていうのが、動画をね、まあ、1本見て分かる場合もありますし、まあ、2、3本見れば分かる場合もね、あると思って、まあ、見てる方もね、って思って、見てるね、場合もいろいろあると思うんですけども、まあ、その YouTube のね、動画から人柄の良さが伝わってくると、まあ、紹介して見ていただければ分かると思うんですけども、まあ、例えばですね、こういうハリネズミのね、小太郎くんのちょっと動画があったりとかですね、まあ、そういう感じなんですけども、まあ、丸三としてですね、これは結構ポイントなんですけども、顔も声も、出してないね、まあ YouTuber さんなんですよ。で、自分で YouTube をね、やってみたいけども、自分が出演するのは嫌だとかですね、自分で喋るのはちょっと苦手だとかね、
まあ、あとはやっぱりそのなんか自分ってね、その分からない方がいろいろやりやすいとかっていうこともあるじゃないですか。だけどね、僕みたいに喋り倒してたら出てなくてもそれはまあ分かるじゃないですか、こんだけ喋ってればね。だから、まあ、あとは言いにくいこととかまあいろいろあるので、始めてみたいけれどもちょっと自分が出たりね喋ったりするのはちょっと苦手だなっていう方にも、自分が出なくてもね、これだけ情報をね発信できるんだということをね、分かってほしくて、ちょっとね、今回は紹介してみます。それじゃあですね、こちらの方です。おばんさんっていう方なんですけども、まあ、僕がねあれこれこれ以上言うよりも、見ていただくのがね、一番だと思いますので、よかったら見てみてください。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあねー、バイバーイ。